北原あちの女北原あちの女体1947年11月29日は衆議院議員。号は地産。品の国稲郡、ザコウジ村に庄屋の北原稲夫の次男として生まれ、明治20年同郡上里村の同族北原家の養子となる。明治14年に上京し、渡辺碇丸の同性間に学び、一旦帰郷、同18年に、 再び上京して、成立学者、築地の英学校に学ぶ。和歌を、宇永が田根平、俳句を、正岡式に指示する。同23連雑誌、世紀を発行、四季の日本新聞俳句欄に投稿し、同30年に言いだげ、松声会を結成した。同35年には、稲資料館公会を設立し、稲名称誌を発行、菱田俊総が挿絵を担当した。 上里村会議員、村条役、村長、下稲郡会議員を歴任し、同36年長野県会議員に初当選。昭和5年、第17回衆議院議員総選挙に初当選し、3期、務める。その他、下稲国民精神作公会理事長、天竜社会長、大日本実行会創立委員などを務め、産業の開発にも貢献した。 実刑の北原のぶも衆議院議員。次女は塩沢光一にとっつぐ。ABC シナの人物史1965年 B158 ありがとうございます。